を率いるエルボーの貴公子三沢光晴が入ってまいります。三沢シングルマッチ時間無制限一般勝負を行います。青コーナー社長プロレスリングノア255パウンド三沢光晴。三沢社長赤コーナー全日本プロレス頑張れ285パウンドトミーボンバーン。和田恭平ちがゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。エルボーを振り落とします。行くのか、逆に振り返した、ドロップキック。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。クラシカルなエルボースマッシュ、掴みます。エルボーを立ち上げます。抱えます。脳天を打ち捨てます。パイルドライバー起こしてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。ああ、なるほど、そうだったんですか。王が入る。腰を落とします。エルボーで返します。バックを取ります。そのまま絞り上げます。掴んだ。さあまさにド迫力の戦いぶりであります。そのビルドアップされたボディから繰り出されるパワー殺法は迫力満点。力技で今夜もねじ伏せていくのか。重戦車のキャタペラは全開であります。腕をフックします。ブレンバスター、切り返します。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。エルボーを入れていきます。組みに行きます。逆に返します。起こします。掴んだ。エンドレスなラリアット攻撃。そのまま全体重を預けていった。カウント2で返します。腰を落とします。
パワーボム投げ捨て起こした。ジャンピングにガジェット組み合った。ロープに飛ばした。ラリアット抱き起こす。バックに回った。スリーパー落とすのか。掴んだ。させません。いけるか。コブラツイスト拷問コブラ抜くのか。リバースで切り返した。すごい形相で締め上げていく。ロープブレイク。頭を掴んで、あっとエルボー。首根っこを掴んだ。エルボーを打ち込む。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。小脇に抱えた。そのまま落としていった。バックを取って逆にバックに回った。エルボーストンピングを叩き込む。奥歯を噛みしめた。パワーボムだ。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。エンドレスラリアット攻撃。引き起こす。突き上げるようなドロップキック。立たせていく。小脇に抱えた。バックドロップ。まさに怪物級。あと逆に切り返した。強烈なドロップキック。抱き起こす。バックを取って。これは受け身取れないですよね。デインジャラス直下式。起こした。小股に挟んだ。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。立たせていく。引き起こす。ピッコリか。10分チェックアップ。10ミニットパス。抱き起こす。小脇に抱えた。バットバックに回った。エルボー。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ロープに逃れました。組み合った。逆に返した。立たせていく。バットラリアット。引き起こす。バックを取って、バットバックに回った。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。コーナーに登って、コーナーから全体重を浴びせた。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。起き上がりこぼしのラリアット。起こした。バックを取って、膝を大きく打ちつけていった。引き起こす。抜くのか。ああ、